皆さん、ようこそ、アジャックスオンライン11へ。私は、NBTC 事業推進部の美濃和と申します。本日の司会を務めさせていただきます。最初にちょっと講習会自体のご案内と、それから NBTC の紹介を少しさせていただきます。こちらが今年度の5回シリーズ。今回は1回目の一番上のオンライン11ですね。まず、講習会資料の置き場なんですけど、すでにご案内させていただいておりますけれども、申し込みをしていただいたサイトですね。それの今、中ほどに GitHub のリンクがあります。で、そこを開いていただくと、右側のようなページになっていて、各講師の方の、フォルダの下にですね、それぞれ資料がそのまま出ている場合もありますし、PDF が貼られている場合もありますので、ご参照ください。で、今回は今ご紹介したこのちょっとイントロ部分の短い資料も掲載していますので、後で気になる情報があったら参照していただければと思います。科学技術振興機構という中にその NBDC 事業推進がありますけれども、その JSP の計画の中にですね、研究開発成果の最大化を達成するための措置というのが書かれておりまして、ライフサイエンスデータベース統合の推進とかですね、ライフサイエンス研究開発全体の活性化に貢献とかですね、するために、研究開発成果が広く研究者コミュニティ共有を活用されるための活動をするということが挙げられています。で、この研究者コミュニティでの共有っていうのが、最近ではオープンサイエンスという言葉で語られるようになってきました。で、ここでちょっとオープンサイエンスということについて説明、少しだけお説明するとですね、まず論文についてオープンアクセスという言葉、よく聞かれた方もいるかと思うんですけれども、その他にもオープンにしていく対象、オープンにしていくべき対象として、オープンデータ、それからオープンソースといったものがあります。で、特に NBDC ではこのデータに対する活動をしているということになります。この他、下の方にですね、オープンメソドロジーとか、もありますし、最近はそのレビュープロセスですね、そういったところもオープンにしていこうというような流れになっています。では、そもそもデータを共有する意義って何なんだろうということをちょっと考えてみたいんですけれども、科学の世界では本来データは第三者と共有するもの。で、その意味としては、再現性や透明性、これは論文の根拠となるデータは公開すべきであるという考え方ですね。で、それからまた、公開されているデータに基づいて再利用とか新技術の開発に役立つといった意味があります。で、そもそも、公的なお金、税金を投じて得たデータっていうのは、みんなのもの、公共の財産であるという考え方から、公共のプロジェクトの成果、広く共有すべきという考え方が一般的なものになってきています。で、この考え方は、日本においても、統合イノベーション戦略会議という、ちょっと舌噛みそうですけれども、の文書に、によっても公表をされています。じゃあ、共有するってことはどういうことかということなんですけれども、それについては2011年頃から研究者コミュニティの側からも、どういったことかということを考えようというような動きがありました。で、それで出てきたのがこのフェア原則というものです。で、フェアというのは、そこに書いてあるファインダブル、アクセシブル、インターオペラブル、リユーザブルという言葉の頭文字を取ったものなんですけれども、NBDC のサイトでは一番下の方にありますような、フェア原則に関するいろんな記事を掲載しています。で、後ほど田村先生も少しご紹介いただけるということなので、私としてはこの辺で、終わりにしますけれども、フェアについてお考えいただければなというふうに思います。で、それで NBDC 事業推進、JST の事業部の一つですけれども、の活動については、データの共有と統合に向けた、正確データベースに関するいろんな日本の中核機関として、広くつなげて使うというようなことをキーワードに、さまざまな活動をしています。で、皆さんに本日参加いただいているこのアジャックス講習会ですね、これもデータベースを利用する際に役立つ情報を届けるという意味合いと、それから私たちの活動の成果を知っていただくということで開催している、そういった活動になります。で、じゃあ NBDC ではどういう活動をしているかというとですね、欧米のように一つの大きなセンターとしてデータを集約するというのはなかなか難しいので、いわばこう連邦型の統合データベースという構築を目指しています。
で、それを実現するための柱が2つありまして、下の方ですね、下の方の部分では生命科学のさまざまな分野や解析手法に対応するため多くの専門家の先生方に分野ごとのデータベースをまとめて、データをまとめていただくということをお願いしていて、現在8つのデータベース構築が、進行中です。で、上の部分では、そのように分散されたデータベース、あたかも一つの大きなデータベースであるかのように扱える、そういった技術開発をライフサイエンス統合データベースセンターと共同研究という形で実施しています。で、ちなみにこのライフサイエンス統合データベースセンター、DBCLS と言いますけれども、この講習会を一緒に主催をしています。で、また NBDC ではいくつかのデータベース関連のサービスを提供していますけれども、それらは事業の開始に先んじて実施された調査に基づいて、います。で、その調査の中で生命科学分野のデータベースについて、要望が大きく3つにまとめられていまして、ここに書いてある、どんなデータベースがどこにあるのかとか、複数のデータベースを横断的に検索したい、からデータセットを自分で取得して、自分で自由に解析したいというようなことがありまして、それに対する対応するサービスをこのように公開して提供しています。で、これらのサービスというのを説明、今日は詳しくはしません。昨年度の1回目の AJAX でもご紹介していますので、ご興味のある方は、こちらのリンク、一番下にありますけど、リンクをご覧いただければと思います。で、これらのサービスを含めてですね、各分野でまとめていただいたデータベースなどは、すべて NBDC のウェブサイトからたどることができます。NBC で検索すればトップページはこうすぐ見つかってくると思いますし、そこからサービスというリンクをたどっていただいて、データベース利用者というのを選んでいただくと、基本的には利用者向けのサービス一覧が出てきます。登録とかも何もいらないものはほとんどですので、ぜひお使いいただければというふうに思います。で、数あるサービスの中からですね、どんな方にもきっと役立つかなと思うので、一つだけご紹介をさせていただきたいと思います。ご存知の方も多いと思いますが、統合テレビというものです。データベースやウェブツールの使い方の動画が2000本以上ありまして、この講習会の動画も公開されますし、過去の動画も見られます。で、ツール名などから検索もできますし、スキル別コースもあります。ランキングからみんながどんな動画を見ているかというようなこともわかります。で、中にはこうイラスト、右側の方にありますけど、イラストもありますし、クレジットさえ表記していただければ、基本的にどんな使い方もOK なので、ぜひ使ってみてください。リクエストも受け付けています。では本日のメニューに入っていきたいと思います。